私は王妃様直属の召喚使部隊だ。明日の農地視察へ向かう一行を召喚獣に襲わせるためここで準備していた。王妃って地獄なんで、目的は何？目的はシャルロッテ・ゼンフィスの暗殺。なんで王妃はシャルロッテを狙うんだよ。彼女の素質はいずれ王妃様をも超える。辺境伯の後ろ盾があれば将来国が二つに分かれると危惧してのことだ。かねてから帝国兵に手を回していたが、二度の失敗により我々王妃様直属の部隊が使わされた。ちょっと待って、帝国兵を操って父さんを攻撃したのも、母さんとシャルを襲わせたのも、全部あの女が仕組んだこと。ああ、なるほど。そういや、俺を捨てた時もそうだったじゃないか。あの女は自分の地位のためなら何でもするやつだったんだ。許せねえ。止まれ。危うく力を暴走させるところだった。俺の大切なものたちを奪う奴は絶対に許さない。たとえそれが実の親だとしても。さーて、どうしてくれようかな。 Nothing left